はい、皆さん、こんばんちは。まんてんさんです。配信遅れて大変申し訳ございません。ということで、早速見ていきたいんですが、えー、今回499回、エッジセットでこういう結果になっております。えー、今回ね、エッジセットなんですけど、そうですね。まあ、そうですね。まあ、エッジセットの、まあ、ちょっと4の列が出やすくて、まあ、1の列が出にくいという、まあ、ぐらいの、まあ、傾向は出てますね。まあ、桁数に関しては、まあ、そんなに、 まあセット自体がそんなに、えー、偏ってないのでまあまあ、まあ、まあ無難に出てるって感じですかね。えー、今回はね、えー、そうですね、えー、見ていただいたら分かるんですけどそんなにね特徴的な出方してるわけじゃないんですけど、えー、今回まあ注目していただきたいのはまあこの辺ですね、まあ、奇数3の、まあ、偶数4なんですけど、えーまあ、以前からね何回か申し上げてますが、えー、このね奇数の3。 偶数4のね34っていうのがね、えー、と他のところに比べて、えー、期待値がね全然届いてないというか、えー、期待値に全然届いてない、えー、状況ですかね、えー、だからそうですね、えー、まあ回数ってまあまあ確率的にはね、えー、とまあまあそのね 出る確率的には高いんだからねちょっとねこの辺えー、っとね、えー、また収束する方向でちょっとなんか、えー、何回かまた今後出てくるんじゃないかと思うんでまあまあちょっと3まあ奇数3偶数4にちょっとね注目しながらちょっと見ていただきたいですねえー、まあ今回はそれぐらいですからそんなにあんまり特徴的な出方なかったんであとですねえー、っとね えっと今回まあまあ34出たんでまあここがえまあまあ埋まったということなんですけどねえっとまあこの辺はまあ相変わらず出てないんですけどまあちょっと見ていただいたら分かるんですけどねえそうですねえなんかえ全体的にそのえ10の後半からえ30の前半ぐらいにえちょっと形が寄ってきてるっていう感じがしますかね。 うん、まあまあ、だから、この辺ちょっとね、注目していただきたいと思います。ということで、来週の予想ですけど、えっ、ー、とね、こちらは全体の予想となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっております。えー、またね、データご覧になり,かなりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週、さよなら。